いつも通りの毎日が続きそう。あにしても貸したかったな。最後のコンペ。まああれはしょうがないっしょ。審査員が悪い。ドロップでタイムスリップするっていう設定も面白かったのにな。ほら、リカの作った小道具もさ。あ、ありがとう。まあ結果は結果だから。じゃあ食べに行きますか。なんで先行っちゃうの。いや違うんだよ、あいつがめっちゃ早いんだ。俺さ、卵アレルギーなんだよね。それはないよ。卵アレルギーなんじゃん。ちいちゃん、父ちゃん。忘れ物した。ちょっと戻ってくる。すぐ行くから先行ってて。はい、行ってこいよ。待ってるよ。行こう。優子と付き合うことになりました。本当に？マジで？あ、そう。マジ？何その？マジで？やば。そうなんだ。やばいし。本当にだよね。あ、でも大丈夫。作品にはあの目を閉じて舐めて念じれば時が戻る。白。なんてね。もう戻らなきゃ。え、どういうこと？でした。あ、カット。カット。リカマイク見切れてる。あー、じゃあ絞り。今って2016。どうした？タイムスリップでもした？あ、そうかもしれない。集中してよ。カメラ回りました。タイムスリップドロップ。ラストシーン。よーい、アクション。リカ音大丈夫そう？うん、大丈夫。ちゃんと撮れてる。はい、オッケーです。ではこれをもちまして撮影全部終了です。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。よし、じゃあ焼肉行っちゃうか。行ってみましょう。あ、ごめんごめん、こっち忘れましたから先行ってて。じゃあ、ちょっといつものとこです。いつものとこだ。いつものとこ。あ、急いで行こう。早く来てね。あ、ごめん、ありがとう。早くね。ちょっと待って。はいはいはい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。乾杯しなきゃ、乾杯しなきゃ。
れ。どうした？いや、なんか手伝おうかなと思って。優しいじゃん。今ほんと部室ゴミ屋敷だから。ありがとう。さすがにひどいね、これな。あ、この作ってくれたドロップの包みめっちゃいいわ。いや、かなりクオリティ上がった。ありがとう。いやいや、そんな大したことないよ。この作品優勝できるかな。いい線いくといいね、きっと。ありがとう。リカがそう言ってくれるとなんか自信がつく。うん。あのさ。あ、どうぞどうぞ。いや、いいよ、リカ先行って。私は…あ、ん？ドロップの色、当たった方からにしよう。お、いいねいいね。え、リカ何色？白。出た、リカ白好きだもんな。てか、あれうまいか？味よくわかんなくね？おいしいよ。ケンタは？俺はもちろん情熱と青春の赤。何それ、ね、いいじゃん。じゃあ行くよ。うん、はい。あ、じゃあ健太から。わかった。あのさ、告白してもいい？え？俺好きなんだよね、優子のこと。明日告白しようと思うんだけどさ、なんかちょっとどうしたらいいか分かんなくて、リカには一番最初に伝えたくてさ。一番の理解者だから。え、どうしたの？大丈夫？なんか気悪くした？え、いや全然大丈夫。優子も好きって言ってたし、よかった。マジで？うん。お、やった。マジか。あ、用事あるから先行くね。え、え、リカ、リカ、リカ、え、リカが聞きたいことって？ありがとう、大好き。